久保さん。ちょっと、あの、びっくりした動画を見たんですけど。あの、ヒカキンがですね、ポケモンカードに6000万くらい使ってて。なんか1枚、なんか一番高いのが1枚のカードで5000万のやつはあって、それ買ったんですよ。で、プラス他のやつも買って6000万くらい解決してたんですけど。すごいな、っていう。ポケモンのカードに5000万か、みたいな。 ある意味、これは買わねえだろうっていうものを買うことによって、まあ、そのね、ネタになるというか、行かないところに行くっていう、そこのなんかショップさんでは、まあ、最大3000万を買い物した人がいるらしいんですけど、5000万はいなくて、まあ、ヒカキンが、まあ、ヒカキンを超える人はいないですよね、多分。<laughs> いや、さすがにポケモンカード5000万1枚に払うか。でもまあ、欲しいとかじゃなくて、ネタとしてね、 ま、今後のそのネタとしては、ま、すごくキャッチなネタなんであれなんですけど、ただね、すごいなっていう。でも、仕事、だから、ま、本当に欲しくて買っているのか、仕事として買っているのか、それはヒカキンさんしかちょっとわかんないですけど、ま、あれ、経費計上できんのかな ?5000 万のポケモンカード経費計上。どうなんですかね ?5000 万の経費、ポケモンカードです、みたいな。 まあ、すごいなーっていう。まあ、人は人、うちはうちですね。<laughs> でも、その人にしかわからない、その、うん、あれがあるっていう。だから、前回も言いましたけど、なんか違う角度でね、見れるようになったなーっていう。いろいろな考察ができるようになる。ビジネスをやること、やってるんで、いろいろな考察ができますよね。まあ、多分、普通に一般の人から見たら、バカじゃねえかで終わったりとかね。一枚のカードに、みたいなね。 さすがにポケモンカードはごせますよ。<laughs> いるみたいな。<laughs> まあそれで終わりじゃないですか。でもなんかビジネスやってると他の観点で見れるので、さすがだなって思えること。だから人が行かない道を行くっていうね。人が撮れない動画を撮っていくっていう。まあね、ヒカキンさんなんか日本一ですから、誰もやれないことをやっていくっていう。だからその、そこに価値があるんですよね。要はポケモン、 ポケモン、なんですかね、イメージとしてはポケ、ポケモンカード5000万の価値に対して5000万を払ったわけじゃなくて、誰も買わ、誰もそれをやらないっていう、日本で誰もやらないっていう行動に価値があるというか、まあそれが映像コンテンツとして流れて、多分ね、400万回ぐらいは回ってたと思うんですよね。まあもちろん多分この一本の動画だけでは5000万回収はできないとは思うんですけど、 まあ結構回ってますけどね。237万回か。237、400万じゃないですね。237万回ですね。うん。そう。これ結構ね、他のごさん、YouTuber の人も5000万ヒカキン買ったぜっていう、あの、便乗してアクセスこう稼ぐために、こうな、何人か撮ってる人いますね。<laughs> これいつだこれ6日前ですね。動画アップロードされてる。 うん。そう。すごいっすね。やっぱ、日本一の行動をする、すごいですね。<laughs> 真似できないな、さすがに。僕だったらま車買いますね、5000万だったらさすがに。ポケモンカードは買わないですね。<laughs> まあでも人それぞれですからね。でも、でも車、5000万で車買ったって言ったらまあ普通なんでね。 だからね別になんか面白くないかもしんないですねやっぱポケモンカードに5000万かっていうそこに価値があるんでしょうねうんうわすごいい、うん、ってらっしゃい